ふん、今のランドセルの議会制度はこうなっているのね。ありがとう。そこに置いてもらえるかしら。そうね、少し情報に飢えているのかもしれないわ。ここしばらくまともに字を読むこともままならなかったものだから、こうして知識を増やせるのが嬉しいのよ。あなたもたまには読書でもしたら。読めない字は教えてあげる。私でよければ。ねえ奥さん、どうよあれ。ついこの間まで人のことをおもちゃにしてた連中とは思えないわな。ほんとほんと、一人で何でもできますよみたいな顔しちゃってさ。もうバブバブ言わないのかしら。似合ってたのにね。ちょっと二人とも静かにしてもらえないかしら。本を読むのに集中したいのだけど。バブバブキャッキャン。もうやめてったら。おいっす。なんだか楽しそうですね。王女様、ご機嫌うるわしく。もうシェフィーちゃんたら、ペコリーヌでいいですよ。おしめ変えてあげた仲じゃないですか。そんなことしてないですよね。っていうかペコスケ、あんたまたネネカに仕事を押し付けてきたの？バレるわよそのうち。平気ですよキャルちゃん、ちゃんと許可をもらってきましたから。ね、してないわよね。今日は皆さんにお願いがあるんですけど。コッコロちゃんはお出かけですか？ああ、コロスケなら今奥で寝てるわ。実はまだこないだの。ペコリーヌ様、いらしていたのですね。今お茶とお菓子とおにぎりの用意を。コッコロちゃん、なんだか顔色が。あっ、ダメよ。もうコッコロさん、寝てなきゃ。今ママって言いかけたわね。ち、惜しい。なるほど。コッコロちゃん、この前の戦いの怪我が治りきらないんですか？申し訳ありません。発熱とめまいがなかなか収まらず。あのカリザってクソガキのせいかしら。あいつのおかげで窓は割れるわ、床に穴が開くわ。ったく許さないんだから。皆さんに護衛をお願いしたかったんですけど、コッコロちゃんにはお留守番してもらった方がいいっぽいですね。はい、一緒に学校に行きましょう。学校？実はですね、公務の一環で町に暮らす方々ともっと交流を持とうってことになって、ルーセント学院っていうところなんですけど、知ってます？わお、さすがあなたですね。え、知ってるどころかクラスに席まで持ってるんですか？話が早いですね。やばいですね。町の人たちとの交流ね。そういうのも王族には必要なお仕事なのかもね。まあ陛下はちっとも興味なさそうだったけど。でもレイジレギオンへの対策はどうするの？そっちは今ジュンさんとセブンクラウンズのお二人がいろいろと考えてくれてます。ですので私は自分のできることをしようかと。市民の皆さんの信頼を得ておくのは今後のためにもとっても大事ですからね。
まあせっかく復興が一段落ついてきたってのに、レイジレギオンの奴らが騒ぎを起こすせいで、なんとなく街中きな臭い感じになってる気がするしね。そこまではわからないでもないけどさ、なんで私たちが護衛なの？兵士たちじゃダメなわけ？それだと余計に学院の皆さんを警戒させちゃう気がして、今回は皆さんと仲良くなるのが目的ですからね。ではユイ様たちは？ユイちゃんたちは今ソルオーブっていうのを集めに行ってるそうです。ラビリスタさんに協力してもらって、町に帰還できる転移魔法陣を作ったそうですから、何かあったらすぐ戻ってきてくれますよ。私もその魔法陣作るの手伝わされたわね。ついでに通信魔法のアイテム作りとか、特訓だったけどちゃんと使えるかしら。ねえペコリーヌさん。はい、何でしょう？ルーセント学院、よかったら私も同行させてもらえないかしら。まだ思い出すことのできない私の過去の手がかりがあるかもしれないから。そっか、シェフィーちゃん記憶の方はまだ戻ってないんですね。もちろんいいですよ、一緒にお勉強しましょう。ありがとう。正直そこまで期待しているわけじゃないけどね。じゃあ私はパスってことで。キャルちゃん、お勉強嫌いですか？そうじゃないけどさ、あんたとシェフィーがいたらいいでしょ別に。ほらゴロスケも調子悪そうだしさ。私は大丈夫でございます。数日はサレン様のところにご厄介になろうかと。皆様の足を引っ張ってしまうのは不本意ですし。でもキャール、またコミュ障なわけ？この内弁慶猫かぶり。違うわよ。っていうか学校とか学園とか学院とかそういうところにあんまり近寄りたくないのよね。自分でもなんでなのかよくわかんないんだけど。キャルちゃん、大丈夫です。キャルちゃん、怖いことなんか何にもないですよ。私たちがクラスメートですし。クラスメート、クラスメート、クラスメート、こいつがクラスメート、私の、嬉しいの？あ、今ちょっと嬉しそうだったわよね。こいつとクラスメートになったとこ想像して嬉しそうだったわよね。そんなことあるわけないじゃない。机をくっつけて勉強とか、一緒にお弁当とか、美術の時間にお互いをスケッチとか想像しちゃったの。やだキャルったら、アオハルってやつ。ぶっ殺す。